初代ネルソン死者ホレーショネルソンはアメリカ独立戦争、ナポレオン戦争などで活躍したイギリス海軍提督、ナイルの海戦でフランス艦隊を壊滅させる武功を挙げた。さらにトラファルガー海戦でフランススペイン連合艦隊に対して戦史上稀に見る大勝利を収めてナポレオンによる政海権獲得、イギリス本土侵攻を阻止したが自身は同海戦で戦死した。 イギリス最大の英雄とされる、世界三大帝徳の筆頭に挙げられることが多い。山梨勝之進は、世界史的な観点から、海軍の名称を列挙するならばとして8名の帝徳を挙げた上で、デビッド・ファラガット、東郷平八郎、そしてネルソンの3名について突起している。ノーフォーク、バーナム・ソープ村の教区牧師の第6子として生まれた。 母方の叔父のモリッサ・クリングが海軍の軍人であった。ウォルポールとも登園にあたる。12歳の時、父が病床にあり、家計が逼迫していたこともあって、戦列艦の艦長だった叔父を頼って海軍に入り、北洋探検公会などに参加した。1774年から東インド方面に勤務するが、マラリアにかかって帰国する。1781年。 23歳のネルソン1777年、会議昇進試験に合格。翌1778年には、会議官庁として、初めての指揮官を得る。1779年に21歳で、直任官庁となる。1784年、最先任官庁として小アンティル諸島のチンジ府に、不任 独立後まもなかったアメリカ商船の取り扱いなどをめぐって現地の上官や農場主たちとの間で摩擦を起こす。1787年、西インド諸島のネビス島で知り合った未亡人フランシス・ニズベットと結婚。1793年、フランス革命戦争の勃発により、戦列艦アマメムノンの艦長に任ぜられ、地中海方面に展開。10月に、 フランス艦との戦闘を初めて経験する。1794年、コルシカ島で陸上戦闘を指揮し、カルビ攻略戦で右目の視力を失った。1796年、新任の地中海艦隊司令官、ジョン・ジャービスのもとで戦隊司令官に任せられる。1797年、サンビセンテミサキの海戦に参加。後方の戦列を担っていたが、 艦隊司令官の命令を無視して逃走する、スペイン艦隊へ、突入、激しい砲火を交え、結果として二隻の敵艦を打破した。この功績で、バスシャクシに除せられ、青色艦隊少将へ昇進する。同年、カナリア諸島のテネリフェ島の攻略に失敗する。戦闘で右腕を負傷し切断。こうして、石岩、石腕の提督となった。1798年、 地中海文献艦隊を率いて、トゥーロンでエジプト遠征を企てるナポレオンのフランス艦隊の封鎖任務に当たるが、嵐を避けて帰港していた隙に、仏艦隊の出航を許してしまう。その後も追跡を続けたが、フリゲートの不足などの悪条件もあって、結果的にナポレオンのエジプト上陸、アレクサンドリア入場を許すことになった。しかし、 アブキール湾停留中だったフランス艦隊を発見すると浅瀬を背にして獣人を祝く当時としては万全とされていた防御姿勢を取る同艦隊に対して自分の艦隊を艦と艦の間をすり抜けさせ攻撃するという戦術でこれを撃滅してのけたこの海戦の敗退によってフランス海軍にはネルソン恐怖症が広がり後にトランファルガーにまで引きずることになるこれにより ナポレオンはヨーロッパへの軌道を断たれ、エジプトに孤立し、やがてその東方進出の野心は、ついえることになる。ネルソンはこの戦行によって、ナイル及びパーナムソープのネルソン男爵に助せられる。1801年、青色艦隊中将に昇進。副司令官としてコッペンハーゲンの海戦を指揮。あまりの激戦に司令官であるハイド・パーカーが、戦闘中止を命じた、信号機を、 見えない右目に望遠鏡を当てて目殺した逸話が有名である。これは必要なら戦闘中必要の信号を副司令官のネルソンがその必要なしと判断し各官に転送しなかったということである。ともあれ、それほどの激闘を辛く模制し、ネルソンは先行によってネルソン主釈に寄せられる。1803年、地中海艦隊司令長官。1804年、 白色艦隊中将、トラファルガーの海戦におけるネルソンタッチの図、イギリス艦隊は赤。1805年、フランススペイン連合艦隊をトラファルガー岬沖に補足2列の重陣で敵艦隊に接近戦を挑む、いわゆるネルソンタッチで勝利を収める。この戦いでフランス艦隊27隻を撃滅させた。 イギリス艦隊主力の戦列艦は27に対して、フランス・スペイン連合艦隊は33であり、敵側はおよそ2割程度大きい軍船であった。その他フリゲートなども含めると、英国33対仏西連合は41であり、兵力事情の法則との経験則から、実質的におよそ2倍以上の敵と戦う、情勢であった。信号機、英国は、 各員がその義務を尽くすことを期待する。当該絵画では、義務単語の最後の3文字の U, T, Y と以上文章終わりを意味する旗の形容が描かれている。戦闘に先立ち、兵士たちを鼓舞した信号機の形容、イングランドエクスペクツ、ザットエブリーマンウィルドゥヒズデューティーは、現在も名文句として残る。ネルソン自身は、 ネルソン・カンビンスト・ザット・エブリー・マン・ウィル・ドゥ・ヒズ・デューティーとしたかったのだが、続けて、接近戦を行えの指示を送らなくてはならなかったので、信号士官の進言を受け、より少ない肌で素早く、信号を送れる、英国は期待するの方を採用したものだった。英語のデューティーには、義務とあるが、これは、日本語の義務翻訳としては、2種類あり、自主的に行う、進んで行動する義務と、 命令あるいは強制的に行われる義務の2種類のうち自主的に行う義務を指すために適切な訳語がなく責務と翻訳されることもある。後世にまで伝わる名文句となったが実際のところは命令的で尊大な文章であるためこの時は強制帳簿されて苦労する水平からは今さら言われなくても義務は果たしていると不満の声が上がった。また 戦闘式に関係のない信号と無視されたり、水平の式に悪影響を与えると思われたりして、館内に内容を伝達しなかった館長もいた。自席指揮官のカスバートコリングウッドですら、戦闘開始寸前に、戦闘式とは関係ない信号の伝達に不満を感じたと書き残している。しかし、ネルソンの死によって伝説となったため、近年の小ネ時代を扱った、 フィクション及び実例での戦闘では、戦闘になる前に指揮官が水平を鼓舞する信号を掲げることは定番となっている。ネルソンの死後にネルソンタッチと呼ばれることになる。彼の新戦術は敵味方の艦隊同士が戦列を形成して平行に並んで打ち合うという、当時の海戦の常識を破り、艦隊が一直線に敵中腹に飛び込み、 敵艦隊を分断した後に分断した艦隊に集中砲火を浴びせ、分断した敵の位置、にを殲滅するものであった。この作戦の難点は分断するために戦闘に立つ艦が集中砲火を浴び危険であることで、ネルソン自身、その役を自ら買って出る。分断時は、機関ビクトリー号はその戦闘に立って突撃をし、ネルソン自身、何度も、 部下から身を隠す進言を受けながら、後看板上の前兵から見える位置に立ち続け、決して部下を盾にして、身の安全を図るようなことはなく、指揮官自らが率先して、リスクを負う姿を示し続けた。回線参加者の証言によると、ビクトリー号の看板上が、砲撃や銃撃によって、阿鼻教官の場とかしている中で、ネルソンは、敵団が近くをかすめても気にする素振りを見せず、 優雅に佇み、あるいは優美に歩き回っていたとされる。一方でその様子を見た、連合艦隊のビルヌーブ提督も、ネルソンの意図は察しており、接近戦に備えて各艦に狙撃手を配置していた。特にルドゥタブルの留下艦長など、一部の艦長は、砲撃よりも、小銃射撃、切り込みによる乗組員の殺傷を主眼としており、ネルソン自身は、 その戦勝と引き換えに、戦闘中節原したル・ドゥタブルからの銃弾を受け、戦死する。なお、当時の海戦において、砲撃で敵艦を沈めるのは困難であり、最終的に接近戦、異常攻撃で決着をつけるのは定石である。ただし、まず砲撃戦で敵艦の戦闘能力を削いだ上で、節原するのが普通であった。節限された側も、反撃手段が残っていないため、 白兵戦に移行する前に降伏するケースが多かった。ネルソンの戦法の特徴は、接近戦を早々に行ったことである。機関ビクトリー上で指揮を取るネルソンは四つの勲章を胸にしており、狙撃を恐れた副官らからコートを羽織るように、進言されても立派な行いでこれをもらったのだ。死ぬ時もこれをつけていたいと知り添けた。ただし、当時のマスケット銃の命中制度では、 ネルソン個人を狙い撃ちするのは困難であった。ネルソン以外の高級将校も目立つ格好をしていたが、銃弾を受けてはいない。ビクトリーからの切り込み突撃に備え、ビクトリーの感情を射撃していた、ルドゥタブル海兵隊の射線に、ネルソンが偶然に入ってしまったものと考えられている。射撃を受けて、勝利の報告を受けながらしに行くネルソンは、ハーデ艦長に、 私を祝福してほしい。私は義務を果たしたと喜び、神への感謝、あるいは感謝への言葉を述べながら死んでいったことが報告されている。イギリス側死者449人に対して、フランススペイン連合艦隊は死者4480人とおよそ10倍。イギリス艦隊が失った艦はゼロであったのに対して、フランススペイン連合艦隊は大破、他保22隻を数え、 海軍史上稀に見る大勝利であった。この戦火により、ブルーローニュの港に集結していたフランス軍、イギリス上陸部隊は身動きを封じられ、フランスによる英国本土占領作戦は実行不可能となった。なお、当時、陸上戦闘に関しては、ネルソンの政策提言を無視して軍縮を行った後でもあり、フランス側が圧倒的に優れていたため、イギリス側としては、 引き分けや普通の勝利も許されずに海戦に圧勝して正解権を握りフランス軍の上陸を阻止する必要があった。このことからイギリス王国の危機をネルソンは救ったとみなされる。死後作られたネルソン帝徳の商店図、王冠らしきものを天使によって被せられている。ネルソンの意外は腐敗を防ぐために 入港と小野を入れた、当時最高級のコニャックの樽に入れられ、ビクトリーが栄光された先のジブラル樽にてワインを、上流したスピリッツで満たされた棺に入れ替えられ、大事に鉛で密封されて本国まで運ばれた。宮中で報告を心待ちにしていた国王及び、貴族は空前の大勝利とネルソンの死を聞きつけ、また、その死にざまに衝撃を受けた。翌年、君主以外では、 初となる国葬として、セントポール大聖堂に葬られた。中朝からの昇進は行われずに、王として葬られた。後に、貴族あるいは人の上に立つ者の心得として、デューティーは、イギリス公位者の国税として使われ、第二次世界大戦時の国王ジョージ六世、地雷撤去運動などで知られる、ダイアナヒなどの演説で盛んに使われることとなる。後に、英国王子が、 軍務に従うことが慣例化していき、これら行為者が進んで、リスクを追う風習が、イギリス国力を大いに躍動させた。現在でもネルソンは、イギリスの英雄として称えられ続けており、ロンドンのトランファルガー広場中心には、ネルソン記念柱が据えられている。ナイルの開戦にあたって、明日の今頃には、ウェストミンスターに葬られるか、貴族となっているかだとの言葉を残している。 この発言に象徴されるように、中正艦隊決戦に重き置いた。この考え方は、会議時代のかなり早い時期からのものだったらしく、自分が艦隊司令官だったら、敵艦をすべて沈めるか、自分の艦をすべて沈められるか、どちらかだろうとの手記も残っている。これは、相当数の艦艇を保有してさえいれば、それだけで敵対国への圧力となるとする当時の、 原尊艦隊主義に反するものだったが、ネルソンが実戦での実績を重ねるうち、海軍のみならず、英国民すべての認識となっていった。逆に、敵艦隊と交戦し、一定の戦果を得ながら、艦隊の保全を重視して追撃戦を行わなかった、提督が軍法会議にかけられるような事例も生じた。ネルソン自身はそうした提督を擁護する立場を取った。ジョゼフ・コンラッドは、 ネルソン一人のために、海戦の意味や、勝利の基準まで変わってしまったと評した。19世紀のイギリスに海軍などなく、ただ偉大な、ネルソンの亡霊のみがそこにいたと、ネルソンの海上建制派に安穏としすぎたことが、20世紀における、イギリスの没落を招いたとする見方もある。1798年10月に、以下の尺を新規にノブされた。 1799年7月に以下の借用新規にノブされた。1801年5月22日に以下の借用新規にノブされた。1801年8月18日に以下の借用新規にノブされた。ありがとうございます。